ドジャースの大谷翔平が2番 DH で出場し、因縁のファンの前で7号先制ソロを放った。試合前のドジャース打線の紹介で、大谷がコールされると、スタジアム全体からブー。注目の1回1死の第1打席でも、ブーイングの嵐の中、カウント1-1からの3球目スライダーを翼席へ。7号先制ソロで、トロントのファンは騒然となった。コーチに関する誤った報告の後でブーイングで迎えられたのに、ホームランで応じるのは本当に冷たいですね。ブルージェイズは彼と契約すべきだった。ジェイズファンの皆さん、スタンディングブーベーションはどうでしたか？みんなが彼をブーイングしてよかったね。トロントは彼をブーイングしている。みんな、頼むよ。飛行機はついにトロントに着陸した。それが彼なりのトロントへの挨拶の仕方だ。大谷はとても良い人だから、ホームランの後に飛行機の真似をしてベースを走る機会を逃さないだろう。想像上の飛行機と同じくらい高く飛んだ。トロントの苦しみは終わらない。そのボールはトロントでは昨冬の大谷よりも長く飛んだ。そう、大谷はあの飛行と同じようにこれを追跡しろと言った。結局、大谷はトロントに到着したようだ。打席に入った瞬間ブーイングを受け、ホームランで反撃。かっこよすぎる。ブルージェイズのファンはブーイングで恥をかいた。ブルージェイズのファンがショカルマについて学ぶ。ははは。泣き虫ブルージェイズファンをブーイングしろ。ブルージェイズのファンの皆さん、ブーイングありがとう。冬の間、メディアの誤報が原因でファンは彼をブーイングした。そして彼は彼らに爆弾をぶつけた。ブルージェイズファンの皆さん、これまで手に入らなかったものを楽しんでください。大谷翔平選手はすでに週末を自宅で過ごしている。彼はサイクルヒットを打つか、ホームランを3本打つだろう。トロントのスポーツファンであることが嫌だ。これは今年最悪の出来事かもしれない。もし私がドジャース公式なら、翔平がトロントに到着とキャプションするだろう。